はい、どうも社畜です。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひねこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、本題なんですが、今日は博物館について少し話をしていきたいなと思います。で、具体的にはですね、先日海外で追加映像というものが公開されたので、そちらの方をね少し見ていきたいなと思います。今回はですね、ちょっといろいろ問題があって、映像ではなくて画像をスクリーンショットしたので、そちらの方を見ていければなと思います。ちなみに画質はねかなり悪いので、そこについてはご了承いただければなと思います。まずこちらの画像を見ていただきたいんですが、こちらはロビーの映像になっております。で、左側は昆虫の部屋かな。で、地下が今回化石の部屋になっていて、地下室がね実装されてるんですよ。で、おそらくこの画面から見えないんですけど、上の方にも部屋があるんじゃないかなと予想してます。で、あとは右もね多分部屋があると思っていて、多分水族館とかになってんじゃないかなと思ってます。はい、次こちらの画像を見ていただきたいんですが、水槽がねかなり綺麗になってるんですよ。で、この画像だけじゃおそらくねわからないと思うんだけど、水槽がねかなり小分けになっていて、おそらく飛び盛りとかの水族館と比較すると多分4倍とか5倍ぐらいの広さになってんじゃないかなと、体感的にはね。それぐらいねボリュームが今回増えております。次、虫の部屋ですね。で、こちらなんですけど、パッと見だとあまりわからないと思うんだけど、映像で見た感じだとめっちゃこれもね広くなってるんですよ。で、小分けになっていて、多分体感的にはこちらもね 3,4 倍ぐらいにはなってんじゃないかな。まあそれぐらいねすごいことになってました。あとはね本当に虫がリアルでしたね。うん。あともう一つね思ったこととしては、今までは博物館で一人でなんか見るみたいな感じだったけど、ね、一気に4人で見てるってのがめちゃくちゃいいよね、これシチュエーション的には。はい、そういったところでね、本日の動画はこの辺りで終わっていきたいと思います。これからもですね、あつ森の実況をはじめとして、あつ森の最新情報、あとは話題になっているニュースなども取り上げて動画にしていきますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとはですね、飛び盛りの実況だったり、E プラスの実況もやっておりますので、そちらの方を見ていただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。